皆さんこんにちは。JNW へようこそ。子供も大人も現実の世界を忘れてしまう夢の国、東京ディズニーランド。ディズニーランドのリピート率は 95% を超えると言われ、多くの人々を虜にしています。その最大の魅力は、徹底した夢の国の実現。訪れた人誰もが魔法をかけられてしまう完璧な夢の国を作り上げるには、そこで働くスタッフであるキャストの存在が欠かせません。そんなキャストたちが支える夢の国で起きたのは、今年1月1日に石川県を震源地として発生した能登半島地震。石川県で最大震度7を観測した地震は、千葉県にある東京ディズニーランドでも大きな揺れを感じることとなりました。そして、この日のディズニーランドの地震発生時の様子を映した動画が世界中から注目を集めることに。注目されたのは、地震発生時でも夢の国の演出を壊すことなく、冷静にゲストを落ち着かせるキャストと、その指示にきちんと従うゲストの様子でした。この様子に、日本だけでなく世界中から驚きと感動の声が寄せられることとなりました。そこで今回は地震発生時の東京ディズニーランドの様子に関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私、スイがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。石川県で最大震度7を観測した能登半島地震。千葉県にある東京ディズニーランドでも大きな揺れが起こりました。そんな中、大きな地震が発生してもキャストたちの姿勢は落ち着いていました。すぐにゲストに身を守ってしゃがむように指示を出し、不安を感じているゲストを安心させるために様々なパフォーマンスでゲストたちを和ませていたといいます。あるキャラクターはゲスト一人一人に視線を合わせながら落ち着いてという仕草を見せてみたり、別のキャラクターはおどけてゲストの笑いを誘うなどしていたということから、キャストたちが夢の国を決して壊すことなく、ゲストを気遣いながら非常時の対応をしていたことがわかります。様々なキャラクターの中でも、熊野プーさんに登場するキャラクターのイーヨーが、周りを気遣いながら、深呼吸してねと語りかけるような仕草でゲストを落ち着かせる場面が映った動画は、日本国内でも大きな反響を呼ぶこととなりましたが、海外ではさらなる大反響を呼ぶことに。ディズニーランドのキャストたちが非常時でも冷静で、常にゲストを気遣う様子や、非常事態でも夢の国の演出を決して壊さない様子が絶賛されたほか、キャストからの指示やアナウンスにきちんと従い、取り乱すことなく冷静に行動する日本人のゲストたちにも、さすが日本人という驚きと感動の声が集まることとなったのです。海外ではインターネット上だけでなく、ニューヨークポストやビジネスインサイダーなど、大手メディアでも取り上げられ、多くの人の注目を集めることに。ここで外国人たちから寄せられた声の一部をご紹介したいと思います。たくさんのキャラクターたちが非常時でもゲストたちを安心させようと必死に頑張っている姿を見たら、胸が熱くなったよ。彼らは常に完璧で、その素晴らしい仕事ぶりはきっと多くの人に感動を与えたと思うよ。僕の心も今日本に向けられているようにね。どんな時でも夢の国であり続ける、東京ディズニーランドの強い意志を感じるね。こんな非常事態でもキャストたちはゲストみんなに魔法をかけ続けていた。みんなを落ち着かせようとするいいような仕草は可愛くてけなげで涙が出ちゃうわ。きっといいよう自身もとても怖かったはずなのに。でも、イーヨーが元気で可愛く振る舞ってくれたから、不安でいたゲストの子供たちはきっと心強かったでしょうね。非常事態の時こそ、その国の教養レベルが見えてしまう気がするな。日本人はさすがなんだよ。対応するキャストたちもエキスパートだけれど、その指示にきちんと従うゲストも素晴らしい。この様子を見たら、自分の国とあまりにも差があって恥ずかしくなってしまうよ。地震の時、ちょうど私たちも東京ディズニーランドにいたのよ。兄と私がアトラクションに乗ろうとしていた時に地震が起こったんだけど、その時のキャラクターたちやキャストたちの対応は見事だったわ。みんな慌てる様子もなく、私たちにとても親切に接してくれたの。だから大きな揺れで怖かったけれど、不安な気持ちにはならなかったの。地震が発生して5分もしたら、何事もなかったように、いつもの夢の国に戻っていたのよ。イーヨーファンは、あのイーヨーがこんな地震の時に悲観的になってないっていう気持ちになるよね。びっくりしたのは、お客さんたちがアナウンスをきちんと守っていたことだよ。自分たちと大きな差を感じてしまったよね。日本人がすごいところはまさにここだよ。イーヨーが世界中から注目を浴びていることがファンとしてはとても嬉しいわ。これほどの非常事態でもイーヨーが一生懸命ゲストを励ましている様子を見たら、みんなもきっとイーヨーの魅力に気がついてくれると思うの。イーヨーは本当は悲観的な性格なのに、こんな状況で落ち込んでいないなんて、みんなに希望を与えてくれる存在だったんだね。イーヨーが史上最も注目を浴びた瞬間だね。イーヨーのファンがますます増えるかもしれないよ。今回の地震で思い出されるのが、2011年3月11日に起きた東日本大震災。この日、開園以来最大の震度5の地震に襲われた東京ディズニーランドでしたが、ディズニーランドと隣接するディズニーシーを訪れた約7万人の来場者に一人も負傷者を出すことはありませんでした。また、この時のキャストの様々な対応にも世界中から称賛の声が上がりました。7万人もの来場者を迎えることとなったキャストは約1万人。そのうちの約9割がアルバイトスタッフだったといいます。そんな彼らは地震に襲われた園内の至るところで夢の国のキャストとして緊急時の対応に当たりました。あるキャストはとっさの判断から段ボールを引っ張り出してきてゲストに配り始めたといいます。小雨が降る寒い中、防寒用に使ってもらいたいと考えたからです。また別のキャストはダッフィーのぬいぐるみをゲストに配り始めたといいます。ぬいぐるみが頭を守る防災頭巾の役目になると考えたからでした。またあるキャストは地震の恐怖で不安になっているゲストを和ますために一緒に隠れミッキーを探してみたり、歌やダンスを披露してみせたりと役になりきったセリフで励ましの言葉をかけ続けたといいます。キャスト自らも被災者であるのにゲストを気遣ってくれる姿勢には心が温まった。多くの来場者がこの時の様子をこう振り返ります。マグニチュード9という未曾有の震災であったにもかかわらず、キャストの一人一人が自分たちが今できることを考え行動に移し、ゲストの安全を第一としながらも、夢の国であり続けることを守り抜いた姿勢は、日本だけでなく世界中から称賛されることとなりました。ディズニーランドの多くのキャストが緊急時にも落ち着いて夢の国のキャストであり続けられた背景には、ディズニーが掲げる理念とそれを実現させるための行動基準があります。ディズニーが掲げる理念とは、ゲストにハピネスを提供すること。キャストはゲストにとっての幸せは何か、何をすることがゲストにとっての幸せにつながるのかについて考え、常に行動しています。さらにディズニーには SCSE、セーフティーイコール安全、コーティシーイコール礼儀正しさ、ショーイコールショー、エフィシエンシーイコール効率という行動基準があり、各要素が優先すべき順に並んでいます。キャストたちはこの4つの行動基準に従い、最も大切で優先すべきである安全を優先し、それぞれが安全のためにすべきと判断した行動に移すことができたのです。また、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、1995年の阪神大震災以降、冬の午後6時、震度6強、来園者10万人という過酷な設定で、年に180回にも及ぶ防災訓練を重ねているのだそうです。店内のものは緊急時に防災目的に使用しても良いという指導をされていたこともあり、この徹底した防災意識と明確な行動基準をもとに、キャストたちは非常事態でも慌てることなく、自分たちの判断で対応できたことが考えられます。これほどまでに素晴らしい対応ができるディズニーランドのキャストたちですが、実は接客マニュアルは存在しません。ディズニーが大切にしているのはホスピタリティ精神であり、相手のために相手の期待を超えた行動をすることを最大限に重視しているといいます。このようなディズニー流の心遣いの接客は日本ならではの接客であると世界中の人々から絶賛されています。また、この日本人の持つおもてなしの精神はビジネスでも成功の鍵と言われ、日本の接客術を武器に海外進出を成功させている企業も。近年、海外の店舗を次々と展開しているユニクロは、日本人ならではの細やかな気配りを接客マニュアルに取り入れることで、日本の企業として世界で多くの顧客を獲得することに成功しているといいます。常に笑顔を絶やさない振る舞いだけでなく、クレジット決済で署名する際に、ペンを相手側に持ち替えて渡すことや、署名された名前を確認し、〇〇様、お買い上げありがとうございます、と声をかけるなど、日本人ならではの感覚だから提供できるサービスが高く評価されているのだそうです。さらに、中国、香港、シンガポール、タイなどでトップブランドの地位を確立している化粧品メーカーの資生堂は、顧客との信頼関係を重視するおもてなし教育を取り入れ、質の高いカウンセリングの根幹づくりに成功。顧客の肌の美しさだけでなく、健康体づくりに向けてトータルアドバイスを行う心遣いあるカウンセリング方法を取り入れたことにより、ファンやリピーターを増やし続けているといいます。日本ならではのおもてなしの心と、そこから生まれる接客術は世界中の人々に感動を与えているのです。東京ディズニーランドのキャストが見せた心遣いや気配りの姿勢と、その気持ちに応えるように冷静に行動したゲストの様子に感動したという声は世界中からまだまだ届いていますので、最後にそんな声をもう少しだけご紹介したいと思います。地震発生時の行動がここまで用意されて共有されているのはさすが日本だと思ったよ。防災訓練の多さにも日本人の勤勉さが現れているよね。日本のディズニーは震災の時の対応をとても真剣に考えているのね。キャストたちの日々の訓練も徹底していて驚いたわ。日本のディズニーランドなら非常事態でもパニックに陥らないでいられそうだわ。私は震災当日東京ディズニーランドにいたけれど、本当にキャストの人たちが親切で安心できたわ。揺れがすごくて本当はとても怖かったの。周りのキャストやそこにいた全員が落ち着いていたから、私も冷静でいられたのだと思うわ。日本人は集団意識が強くて、非常事態でも団結して行動できるよね。どんな時も冷静で相手の心に寄り添う秩序を保っているところは、まさにエキスパート集団だよ。緊急事態でもみんなが冷静で落ち着いて行動している。キャストもゲストも一人一人がどういう行動をとるべきなのか分かっているよね。まるで緊急時のお手本のような光景だった。日本はまたハードルを上げてしまったね。日本では幼い時から地震に関する知識を学び、訓練をたくさん受けるんだ。だからこそ、あれほどの大きな地震の時でも落ち着いて行動できるんだと思う。冷静さは多くの訓練の賜物。彼らの震災の時の落ち着いた行動は、もはやプロフェッショナルだよ。イーヨーの中の人にどうか祝福がありますように。イーヨーの行動は本当に素晴らしいものだったよ。重たい衣装を着て大きな地震を感じたら、きっとイーヨー自身もとても不安な気持ちだったろうに。それでも周りを落ち着かせようとする姿にはとても感動したよ。僕にはとても想像できない行動だったから。日本はやはり文明国と呼ぶのにふさわしい。人間が一番取り乱してあろうと思われる状況の時に、これだけの人たちが冷静に行動できるなんて。こんな様子を目にすることができて本当に嬉しいよ。東京ディズニーランドがいつでもゲストを大切にしていることは知っていたよ。ゲストが幸せなことが一番だと考えているんだ。そのホスピタリティ精神は日本人にしかできないことだと思うよ。その考えのもとに動いているのだから、今回の出来事に特に驚きはないかな。日本人ならできるんだろうなって。日本人の教養の高さや礼儀正しさ、相手を思いやる姿勢や気遣いの心。この映像には全てが見えていると思うわ。日本は他の国にはない唯一無二の存在。この困難な時、私の心は日本人と共にあります。緊急時のキャストの対応も夢の国を作り上げる土台にも、そこにはいつも相手を幸せにしたいというホスピタリティ精神やおもてなしの気持ちがあります。相手のことを思いやり、細やかな心配りができるのは日本人ならではの特質と言えるのかもしれません。こんな日本人ならではの感覚を、これからも大切にしていきたいですね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。